新興国で教育に携わるために半導体で博士号が必要だと思う人、ありがとうございますあの正直これ僕必要ないと思ってるんですけど、先ほどの紹介にもあったように、今年の3月ですね、半導体で博士号を取得して、で今社会科学系で助教をやってるんですけれども、まあ、一見すると関係のないというか全然関係なさそうなところで、なんでそういうふうに思ったのかっていうような話をできたらなと思います。でこの中で学生さんってどのくらいいらっしゃいますか？あ、よかった。で学生じゃない方々、じゃあ学生じゃない方々は僕の話を聞いて、ぜひ僕のキャリアについてアドバイスをいただければなと思うので、よろしくお願いします。で、話としては、その新興国で教育と半導体で博士号、皆さんの頭の中で多分ハテナが広がってると思うんですね。で、まあ、正直僕もよくわからないというような話なので、大学生活をどうやって過ごすかみたいな大冗談で構えたような話をするつもりはなくてですね、ぜひこの私の思考とか経験を踏まえてですね、アドバイスを最後、あれですね、質疑応答じゃなくてアドバイスをくださればいいなと思ってます。よろしくお願いします。で今日のトピックというよりコンテンツですね、3つです。1つ目はそのずっと僕高専出身なんですけど、15歳からずっと電気をやってきて10年くらいですね、10年11年くらい電気やってました。そんな学生が学部時代にですね、バングラデシュにインターンシップに行きました。そんな話をしたいと思います。でもう一つは、教育にも興味があるということで、大学院時代ですね、そのワークショップ、子どもたち向けのロボットワークショップだったりとかをたくさんやったんですけれども、そこから2つの学位、半導体だけじゃなくて2つ学位を取ったんですけれども、なぜそこに行ったのかっていうような話をしたいと思います。で最後ですね、その助教になってから、社会科学系で助教になったんですけれども、先々週酪農家になりました。なんでこういうまとまりのないような、一見まとまりのないというか、まとまりのない話をするんですけれども、ここから皆さんがですね、何かアイデアを抽出してもらって、僕にこう何ですかね、フィードバックをかけてもらえればいいかなと思ってます。よろしくお願いします。でまずはこの工学系の学生がそのバングラデシュにインターンシップに行ったお話をしたいと思います。で多分バングラデシュというと、皆さんこの画像というかこういうイメージだろうなと思います。やっぱりその人口密度がすごい高くてですね、で日本の3分の2くらいの土地に1億6000万だか1億7000万人くらいいるというような、そんな活気のある、非常に活気のあるって言っていいんですかね、活気のある国になります。でここに僕はですね、チッタゴンの上下水道公社というところでインターンシップしました。バングラデシュ第一の都市がダッカで、第二の都市がチッタゴンというところなんですけれども、そこの上下水道公社です。で下水って言ってもですね、ここ下水がなくて浄水しかないんですね。なのでこう水をこう供給して、でそう、下水はですね、川に垂れ流しというような、そんな状況です。で多分日本だと考えられないような感じかなと思います。でそこで何をやったかというと、例えば浄水の施設にこう施設に見学に行ったりとか、いろんなこの上下水道公社のところでの、いろんな部署に行ってインタビューしたりとか、村落部ですね、村落部にもたくさん人がいらっしゃって、ここに見学をしたりとか調査をしたりとか、でそこにある孤児院に訪問したりとか、で最後こういうのを3ヶ月だけだったんですけど、インターンシップ、こういうのを全てまとめて、なんかこう改善するようなプロポーザルを出しなさいというような、そんなインターンシップでした。で実際にじゃあどんな問題があるかというと、バングラの水問題というのはこのグラフに凝縮されています。でこれ、こちらがですね、水が欲しい量ですね。でこちらが今供給している量で、僕が行った時2013年だったんですけど、ここですね。で水の供給量 30% くらいです。なので水道が全然普及してないんですね。で日本だともうほぼ大体 100% なので、皆さんどこに行ってもこう水道がひねるとあると思うんですけど、そういう状況でした。で、これからどんどん上げていこうと、世界銀行とか JICA の円借款とかの事業でどんどんこう水道をこう普及させていこうと、そういうよう なんか感じでしたけれども、僕が行った時にはまだまだ全然普及してないと、そういうような状況です。で一方でですね、こうじゃあどんな施設で水を作っているのかっていうところを、ちょっと見学に行きました。これ、バングラデシュチッタゴンの近くに流れている、川ですね。川からこう水を汲んでくるようなところなんですけれども、そこのポンプを取ってきました。でちょっと見づらいですけれども、すんごい水がこう溢れてるんですね、水が漏れてるんですね。だったりとか、あとバングラって電気の問題、水の問題だけじゃなくて電気も問題があって、電気の供給量も全然足りないんですね。なのですぐ停電するんですけど、停電しちゃうと水のポンプが使えないと、
ということで、どこにも絶対に発電機があります。一方でその発電機、こうバングラの人に聞くと、この発電機なんか よく分かんないけど20分に1回止まっちゃうんだよねという話をされました。でお前電気電子 の学生なんだからこれどうにかできるだろうと言われて、どうにかできるわけがないんですけども、なんかそんな感じでいろんな問題がありました。でここの問題をじゃあどうやって解決するのかというふうに聞いたときに、外注するんだという話をしてました。そのバングラ のチッタゴン上下水道公社には350人エンジニアがいるのに、そのこの施設を直せる人が一人もいないと、彼ら何やってるんだろうというような、そんな印象を受けました。でそこでこうどんなプロポーズをしたかというと、メンテナンスだったりマネジメント、建設だったりとか、あと設計、現場の設計ですね、を全部合わせ込んで一つのパッケージとして民間にやってもらうというような PFI 方式というのがあるんですけど、これをこう提案しました。で、提案して、あ、よかったよかったって感じでインターンシップ終わったんですけど、一方でこう思ったのが、僕電気電子の工学系の出身で水なんて全然わからないですし、そもそも経営系じゃないので PFI とかここに行った時に初めて知ったというような、なんかそんな感じです。なので付け焼き場の知識でできることってすごい限られてて、やっぱりバングラのすごいいろんな問題があるところにこう何か やって、まあいろいろプレゼンはしたんですけど、こんなんじゃ社会って変わらないんだなというのを、まあ当たり前ですけど、ようやく学部の4年生の時にですね、実感したというような感じです。でここからやっぱりその自分の強み、専門性っていうのが必要だなって思って、博士号を取るきっかけにもなりましたし、もう一つはその分析力、なんか社会にいろんな問題があるけれども、そこのそもそもどの問題から解決すればいいんだとか、どんな問題があるんだっていう、その分析力が必要なんだなっていうふうに思ったりしました。で一方でこの仕事だけじゃなくてですね、バングラのこうカルチャーだったりとか、人にこう触れる機会っていうのがたくさんありました。で日本ってこうおもてなしっていうような話をあると思うんですけど、僕バングラの方がすごいホスピタリティにあふれる国だなというふうに思ったんですね。っていうのもその村落部にこう田舎にです、バングラの田舎にこうアポなしで行った時に、バングラの方がこう寄ってきて、お前何人だって言うんですね。で日本人だって言うと、お日本人来い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 っつって呼んでくれて、でその場ですぐご飯を作ってくれて食べさせてくれるみたいな、なんかそんな感じ、日本だったら多分ないと思うんですけど、こういうホスピタリティにあふれた国だなって思ったし、あとあれですね、こう飯がうまくてですね、僕には飯が多分合わない人もいると思うんですけど、すごいご飯が美味しくて、で3ヶ月だけだったのに5キロくらい太って帰っていくみたいな、なんかそういうすごいインターンシップだったなって記憶しています。でこれ最終日の写真なんですけれども、ここのでいろんな人によくしてもらってたんですけれども、最終日すごい印象に残っている言葉があります。でこの方ですね、なんか偉い方なんですけど、なんで偉いのか知らないんですけど、この偉い方が日本語片言で喋れるんですけど、片言で言ってたことが、アジアの問題はあなたたちの問題です、あなたたちは世界を変えることができます、私は無理、年だからっていうような話をしてたんですね。確かにおじいちゃんなんですけど、すごいいい人で。で、それを言われた時に、どういうことだろう、正直よく分かんなかったんですね。で一方で帰って、日本に帰って1週間くらいして思ったのが、あ、そういうことかっていうふうに思ったんですね。どういうことかというと、そのもうバングラデシュでこういうふうに家族のように接してくれる人たちが周りにいて、でもうバングラとかアジアの問題って、あなたのテレビの向こう側の世界じゃなくて、もうあなたの問題でしょ、あなたの問題を解決しなかったら多分あなたって幸せにならないよね、だからこの問題っていうのはあなたたちが解決することなんだ、なんか多分拡大解釈かもしれないですけど、そんな風にこう感じるきっかけになりました。でここからその新興国っていうのが、多分ここが僕の原体験なのかなというふうに思って、で、この方が3ヶ月間ずっとお世話をしてくれたスーパーバイザーなんですけれども、バングラデシュ行って思ったのが、やっぱりその専門性を身につけましょうというのと、あとこういうインフラが整ってないところで、ずっと教育に興味があるっていう話をしてたんですけれども、教育、ここの子どもたちってどういう環境でその教育を受けてんだろうというふうに思ったっていうところが、バングラのインターンシップ の経験かなと思います。で、全然話は変わってですね、次に話すのはそのワークショップ、子どもたちに向けたワークショップをして、でワークショップから2つ学位を取るきっかけになった話をしたいと思います。で、そうですね、そのずっと工学系 のキャリアを積んできたので、そういう感じで理系だったりとか工学に進むような子どもたちを
まあ、工学に進まなくてもいいんですけど、工学ってこんな楽しいんだっていうのを伝えたいというところで、いろんなワークショップを企画しました。で、5500人に、まあ、4カ国って書いてあるんですけど、いろんな国でいろんな人たちと協力しながらできて、すごい、まあ、草の根レベルの活動なんですけど、まあ、すごい楽しかったなというふうに記憶しています。で、こういうそのコンテンツを持ってバングラに何か貢献したいなと思ってやったのが、こう日本バングラデシュ姉妹学級プロジェクトというのをやりました。これ何かというと、このレゴのロボットがあるんですけど、これすごい簡単で、こう絵を動かすだけでプログラミングができる。なので僕が一番ちっちゃい子で教えたのは2歳の子にこのロボットを教えて、まあ、できたかどうか分かんないんですけれども、まあ、そんな感じですごい簡単なロボットです。でこれをですね、日本の中学校で、その時のテーマは相撲だったんですけれども、まあ、相撲の戦いをさせて優勝したロボットをバングラに持って行って、でバングラでも同じワークショップをして、こう子どもたちと戦わせて、そのビデオを撮って、なんかそのビデオとロボットでこう国際交流をするというような、なんかそんな話をしました。で一方でここで感じたのはですね、やっぱりそうやっている時はすごい子どもたちも笑顔だし楽しそうなんですけれども、こう思ったのが、僕がこうバングラ、特にバングラに行って思ったのが、こう僕が最先端の技術とかパソコンとか持ってってやったとしても、僕が帰ってしまったらこれ彼らできないじゃないかっていうふうに思ったんですね。でこれ本当にやっててよかったんだっけっていうふうに、そのいいか悪いかっていうのが分かんなくなっちゃったっていうのがあります。で多分そのなんで そもそもバングラの子たちができないかっていうと、そのシステムだったりとか社会の基盤っていうのが整ってなくて、そもそもこう教育にアクセスできない子どもたちがいるんだなというふうに思いました。でそこからその教育新興国で教育をやるためには、まずはその社会基盤を整えて、で工事のコンテンツの、まあ、教育っていうところにアプローチしていく必要があるんじゃないかというふうに思いました。ここからやっぱりその社会っていうところがちょっと僕の中でもキーワードになってくるようになりました。でこれがその大学院時代 でそこからですね、その社会をじゃあどうやって切り取るのかっていうところを勉強しなきゃなというところで、こう技術経営っていうのが東工大にあるんですけれども、ちょっと宣伝になっちゃいましたけれども、技術経営の修士課程があるんですけども、それを取ってその社会の問題っていうのを切り取る力っていうのを、まあ、勉強しました。で同時にそのやっぱ社会基盤っていうのを知らなきゃいけないというところで、まあ、半導体で博士号を取ったというような、そんな流れになります。で今年の4月からですね、社会科学系でこう助教になりましたというような、こんな感じでようやくこう何ですかね、半導体で、新興国っていうのが徐々に近づき始めてるかなというような、そんな段階かなと思います。で最後にですね、その社会科学、今社会科学系の助教って言ったんですけども、これが酪農家になる話をして終わりにしたいと思います。でこれが実際のあれですね、酪農家ですね。すごいんですけども、朝5時なので、僕ちょっと離れてるところにいたので、4時起きで酪農家になってました。で4時起きで、まあ、10時半で15時半から19時、まあ時間にするとちょっと短いようですけれども、すごいやっぱりその大学教員ってすごい座ってることが多いんですね。座るかもしくは授業してるかなんで、こう重労働、搾乳やったりとか餌やりやったりとか、牛をこう追い出したりとかするっていうのはすごい重労働で大変だなと思ったんですけれども、やっぱり一方ですごいこうやりがいのある仕事だなというふうにも思いました。でこれなんで社会科学の研究者がこんなことをやってるかという話なんですけれども、今牛プロジェクトというのがありまして、どんなことをやってるかというと、まあ、ざっくり言えばですね、牛にこうセンサーをつけて、牛の感情だったりとか状態っていうのをクラウドに上げて、でそれを酪農家さんにフィードバックするというような、まあ、ざっくり言えばこういう形です。でこれできそうじゃんっていう感じなんですけど、多分重要なのっていうのは、そのテック、その技術っていうのは、こう技術を頑張って頑張ってこう開発したらイノベーションになるんですか。イノベーションって日本語でこう何ですかね、訳すとよく技術革新とか言われるので、まあ、技術をこう頑張って頑張って発展させればできるような気がするんですけど、多分そんなことなくて、イノベーションって技術があって、でも社会に使われないと全く意味がない、まあ、むしろ社会に使われてからこそ、使われたからこそ、まあ、イノベーションになるのかなというような、そんな気がします。でこの社会に使われるため、社会に役に立つためにはどうすればいいかというと、技術者がこう開発していくんじゃなくて、現場の人と一緒にこう開発していく必要があると、現場の人を巻き込みながら研究を進めていく必要があるんじゃないかと思って、まあ、いろんな酪農家の体験をしたというような感じで、その酪農家になった話につながります。
で、まあ、すごい牛可愛くてですね、これ僕の好きなキクちゃんっていう牛なんですけどすごい可愛くて、でこれ酪農家になったのが2週間前で、あの先週ですね、先週ももう一回その牛に、あ先週じゃないか、今週か、今週も牛見に行ったんですけれども、でこのキクちゃんですね、あの僕が行った時生まれて3日目くらいだったんですけど、こうで1週間経って久々に会ったらすごいでかくなっててですね、あなんかあいいなこういう牛飼うの、そのうち飼いたいなって思ったんですけど、まあ難しいんですけど、まあ、今後あの牛飼えないかなと思って、今日の話をまとめると、工学系の学生が酪農家になった話なんですけど、じゃ あのタイトルに戻ると、じゃ あの大事なのは酪農家からどうやって新興国のその教育につなげるのかっていう話だと思います。で正直これ僕はよく分かりませんと。なので皆さんがもしアイデアがあればぜひ僕にあのフィードバックをかけてもらえればいいかなと思います。ただその大事なの、そのこのブリッジの仕方は分かんないですけど、僕が学生時代3月までに感じたのは、そのゴールを設定できた、でそこでプラス自分の軸を設定できたっていうのが大事かなと思います。で僕のゴールはその 今のところのゴールですけれども、その誰でもその教育にこうアクセスできるようなシステムが作りたいというのがゴールです。でアプローチの仕方多分たくさんあると思いますけど、僕の取ったアプローチは研究と実践を繰り返しましょうというようなアプローチです。でじゃあどうするか、で軸多分こういう軸になると思うんですね。研究、まあ、実践、そして、まあ、今我々は先進国と言われる日本にいますので、まあ、先進国、そして、まあ、新興国という軸になると思います。で酪農プロジェクト、牛プロジェクト、どこら辺かなと思った時に、あの牛プロジェクトの前にここですね、僕の場合のそのゴール、ライフタイムのゴール、ターゲットというのはここら辺になるかなと思います。おそらくその実践、新興国の教育の現場を変えたいんだっていうような実践になるかなと思います。で牛プロジェクト多分ここら辺なんで、まだまだ遠いですね。で一方で、まあ、牛プロジェクトだけじゃなくて他にもいろんなプロジェクトをしていて、例えば日本とスウェーデン あの共同研究なんですけども、食事介助ロボットのこう開発とか普及っていうのもやっていたりとか、あと起業家教育をやっていたりとか、あと僕高専出身なんで、その高専のシステム、教育システムをこう新興国に出していきましょうっていうようなプロジェクトがあるんですけど、そこにも携わったりしてます。ただなんかこんな感じで並べるとここに近づいているかなって思いつつ、でもまだまだその遠いんじゃないかな、そんなあの感じです。であのまとめると、その僕の学生時代どんなだったかなと思うと、その何をやりたいのかっていうのを探す時間だったかなと思います。で研究的に言えば自分の人生のリサーチクエスチョンを多分探す時間だったかなと思います。で学生時代ってすごい自由にできて、まあ、僕みたいにこういろんな半導体やりながらバングラ行ったりとか、あとワークショップしたりとか、なんかいろんなこともできるし、で、そこからその自分の原体験を探して、まあ、課題、自分の人生の課題、なんだこれ、何がやりたいんだっていうのを見つけて、でそこに対する軸、アプローチの仕方っていうのをこう見つけられた時間かなと思います。一方でその学生時代にその本当にこう自分の原体験を見つけて、学生時代にやりたいことも見つけて、でどうやってアプローチすればいいのかっていうのも見つけられるのかって言われたら、多分僕は運が良かっただけでですし、まあ、これからも多分変わるんだろうなと思うんですけど、多分そんなことなくて、多分一番大事なのっていうのは、おそらくですけどワクワクしてたりとか、なんかドキドキしてたりとか、そういうその自分の気持ちに従いながらこういろんなことに手をつけてみるっていうのが僕大事だと思ってます。多分野口さんの場合はあのさっき一つのことに集中しろっていうふうにおっしゃってたんですけど、 僕もそう思いますし、一方でこう学生時代って超自由なんで、何やっても別に許されるんですね。お金もらってないですし、なので何でもやその自分のワクワクとかドキドキっていうのは、多分ここコンパスって書いたんですけど、コンパスにしてあのいろんなことをやっていくっていうのが、なんか学生時代の僕の過ごし方だったなって思いますけど、あの皆さんはあのどういう過ごし方をするかっていうのはぜひあのなんですかね、見たいなと思いますし、教えてほしいなと思います。発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。